お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。青木さんがあのお客さんを4人並べてあの順番に切っていくっていうあの華麗なステージになります。であの細田ゾーンの一番右奥なんですけど、割と端っこに追いやられて、最後に入社したんで端っこでしょって言われたんで端っこになってます。小林くんはあちらのあっちの8区画は大体小西さんゾーンになっちゃう。ゼロぜ。これサンちゃんってそれじゃない。大地も買いなよ。かわいい。めっちゃいい。クモ持ってる。いいじゃん、ちょうだいこれ。ダメだよ。クモ持ってる。かわいいでしょ。やばいでしょ。女の子いるから。え？はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。みんな元気ですか？元気です。はい、ありがとうございます。あ、いいでしょ。ありがとうございます。はい、連絡時間の方いますか？ちょっとみんなで頑張ろう。はい、他に連絡時間あるか。今日も一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱり一番僕らの強みは SNS の発信で、プラスでやっぱ当然美容師さんに技術を磨くってこと。なんであの VR を導入したりとか、もう営業後に本当にあの今の時代に合わないですけど、本当にバカみたいに練習してて、なんかちょっとまあ古風だけど、まあ、個人的にはすごいこれが美容師だなと思えるぐらいちょっとやってますね。まあでもやっぱ一番は自分たちも結果を出すってところですね。やっぱまあお客様に対するこう指定だったりとか、まあ、技術面もそうですし、やっぱその発信だったりとか、もうできることは全てやる。気をつけます。用意してますね。そうですね。もう基本的に全部大変だったんですけど、一番やっぱまとめることですかね。やっぱこれだけの規模感、この人数でスタートもやっぱ自分にとっても初だったので、ルール化とかマニュアル作りとか、そこはまあ一番大変かなと。あとはなんかまあ内装を決めたりとかはすごい楽しかったし、物件とかも選ぶのも楽しかったし、そこですかね。でもやっぱりスタッフの質じゃないですかね、クオリティ。正直もうレベル高いスタッフしかいないなと思うし、自分も焦るぐらいもう下からの勢いがすごいし、そこですかね。なんでその子たちのためにやっぱこれだけ大きいサロン、やっぱみんながあのどんなに売れても大丈夫なように規模を大きくしたので、とまあ写真とかも全部どこでも撮れるように、もう多分全席漏れると思うんですよ。チビップルームとかもあるし、多分その辺ですかね。でもスタイリストに関しては、まあ、各自いろんな環境下で揉まれてできた武器があって、でそれをもう磨き続けていて、で後輩たちはそれを見てもうこういう風になりたいとか手に入れてもらえるから、でさらにやっぱ僕らがやってないことをみんなチャレンジしてくれて、アシスタントで もうすごいフォロー多かったりとか、もう影響力あったりとかするんで、とにかくみんなの向上心のおかげっていうか、そこだと思います。色は人のお客様に合ったヘアデザインだったりとか、再現性あるスタイルを作る技術力なので、まあ、予約も常に、1ヶ月間約1000人のお客様が、リピート と、紹介のお客様でこう埋まっている状態っていうのと、あとは SNS 広告っていうのが自分の武器なのかなと思います。とあとはこうみんなを引っ張っていくリーダー的な存在です、ね、もう、突き進むなんかこう戦士みたいな感じです。まず、スタッフがす
素晴らしくいいですね。あの人柄ってやっぱりこうなかなか変えられない部分があると思うんですけど、その人柄がみんなこうすごい良くて、もう本当に一人一人こう自慢を持ってお客様だったりとか、他の美容師さんとかに紹介できるぐらいのレベルかなとは思ってます。今は、いい意味で悪い意味でも縛らなく放置するっていうのを結構心がけてて、やっぱりその強制的にとか縛ってこう やらせてしまったりすると、やっぱりこうみんな美容師っていうのが楽しくなくなってしまうので、それっていうよりは、まあ、こうみんなが楽しく自由にできて、でかつその何か悩んだとか壁に当たった時は僕らに聞いてもらった時にその答えを一緒にこう考えて出していくっていうのが、コアの教育方針かなと思ってます。買おうこれ。いや、いちゃいちゃ。俺もこれ買う。聞いて。中に伏せぐれして。これ買いたい。まあ、ファンクのメンバーが、まあ、青木、小西、高橋、石井といるんですけど、まあ、青木、小西に関しても分かると思うんですけど、結構表立って出ていくタイプで、結構すごい華やかな見た目かなと思うんですけど、まあ、その見え方とまた別の見え方、僕もまあ今までの店舗で経験してきた部分があるんですけど、やっぱりこうコアのテーマっていうのが仲良しって最初青木から言われたんですけど、最初何言ってんだろうって思ったんですけど、仲良しってすごい大事で、やっぱりこうお互いを認め合ってないといけないし、お互いが好きなものを知らないといけないし、でその上でこう認め合えると、まあ、本当の意味で仲良しになるのかなとは思うので、彼らが僕が好きなものを認めてもくれてるし、僕も彼らが好きなものを可愛いって思えるようになったし、アシスタントも同様にこういろんなものが好きってこう言えるような環境の方がいいかなとは思うので、こうよりこう今までにコアになかった、こうオープン前のコアにはなかったテイストを入れていきたいなっていうのが僕の役割かなと思います。っていうパターンもあるし、あるか下を出すとそうそばで使うかもしれない。ありがとうございます。本当に前の前者抜けて、もう売り上げが全くない状態でちょっとついてかせてくださいって言ってついてきたんですけど、今徐々にまあ売り上げが上がってきて、で、まあ、トップスタイリストっていう風にやらせていただいてるんですけど、なんか、まあ、後輩がそれこそなんか圧倒的カリスマと全く売り上げがないっていう状態からどんな風にこう成り上がっていくかじゃないですけど、なんか後輩に背中を見せられるこう石橋を叩いて渡るじゃないですけど、もう地道にこう売り上げをちょっとずつ上げていく先輩っていうのを見せられた方がいいなって思ってるんで、中堅絆っすかね。本当にただ仲いいメンバーで一緒にやろうっていうメンバーでやり始めて、なんかここまでこんなにクオリティの高い美容室になったのがすごい嬉しいです。なんか本当にこんなにいい箱になると思ってなかったんで、なんかスタッフも集まって絆だけで、で、まあ、あとは先輩たちの活躍でなんかいい美容室にもっとしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。そうですね、リーチとか深めのグレージュとか、そうなんです。一番大事にしてるのはあれですね、仲良くってところですね。僕らカンブジンでも仲良くっていうところがテーマで、まず小西、青木ってそれでコアみたいになってるんですけど、名前が
感じで、まあ、強制的に共有するわけじゃないですけど、あのみんな仲良くやっていこうっていうのは強くみんなで思ってますね。まさに僕はそれこそコアレス前のってやってた時は4人だったんですけど、4人から25人、25って結構多いです。25通りの考え方があるんで、まあ、それをなんかこううまくまとめていくっていうところをなんか考えてますね。まあ、僕の考え方的にまずここで一緒にみんなでやろうっていうのはもちろん仲いいかもっていうのもあったんですけど、大きいことやりたいっていうのがあるんですね。みんなで大きいことやってみんなでやりたいっていうのがあって、一人でなんかやるって一人だけ目立つっていうのもいいんですけど、なんか自分の性格的になんかそれやってもつまんないなって思うんですよ。なんか元のサッカーもやってて、みんなでこうなんか成功した時に喜びを分かち合えるメンバーがいて、それが楽しいと か, なんかその何人かで一緒にやりたいっていうのがすごいあったので、目標を一つにして走っていきたいですけど、まあ、目標一つ過ぎないでうまくやっていけたらとも思いますね。なんかみんなが思い描いている未来に僕らが手助けできるようないつでもどんな状況でもっていうのはなんか一番なんかその自分が目指してる未来かなっていう、なんかいろいろ思うんですけど、やっぱいいサロンっていっぱいあると思ってて、いいサロンたくさんあるんですけど、でもなんかやっぱやめちゃってなんか一人でやっててっていうパターンが多くて、でもなんかその人たちは本当はいや別にやめたかったわけじゃないんじゃないかなとか、やっぱそういう考えるとちょっと歯がゆいというか、なんか別にやめたくてやめたわけじゃないのに、じゃあ何が原因だったんだろうっていうところを考えて、まあうちの今コアではやりたいなっていうのはすごいありますね。やばいよね、前髪おかしくない。前髪は下を次は ちょっと調整しましょう。言ってることありますね。ただやっぱこう SNS ってこう1から10までこれをやったら正解というのはなくて、各自の、まあ、ブランディングの個性も出てくるので、まあ、大まかなこうやることとか、まあ、その基準っていうのは確かにあるんですよ。でもみんながおのおの見つけ出してくれて頑張ってる感じですかね。今日は何でしょうね、常に考えることと人の意見を聞く、もちろん自分の中でこう考えてるイメージがあるけど、 なんかなるべく自分の考えてることってやっぱ自分でしかなくて、何でしょう、自分の正解をどんなに追い求めても誰かにとっての間違いな可能性が高いんで、僕はなるべく身近な人の意見を聞いてその夢を叶えるっていう意識が一番ですね。いや一番の武器は僕はやっぱり多分このみんなっていうか幹部含めスタッフですね。正直自分一人でやっぱフリーランスでやったんですけど、正直すっごいいい時間だけど一生これはちょっと自分には向いてないなと思って、なんていうんだろうな、本当にやりたいことは美容師は一番やりたいけど、なんかこういう感じじゃないなってすごい勉強できた時間だったので、やっぱりみんなでこうやってなんだろう、一緒にやるっていうことで本当バカみたいにこう技術磨いてるとか、こういうことがやりたかったなと思うんでですかね。